やるな、やってやるさ。力が入ってくる。いや、これはこんな感じかな。そのまま来なさい。私を守って。うぅ、信じてる。うぅ、ココナ、頑張ります。力が入ってくる。心を合わせる。捕らえた。にょにょ、終わらない。そのまま来なさい。これを受けなさい。お相手するわ。もっとよ。頑張って。ココナ、頑張ります。やっ、やっ、心を力を渡します。こんな感じかな。感じるよ。何か来ちゃうかも。私を守って。頑張って。
行くぞ。はいだ。どう。もっと力を渡します。行きまーす。当然の結果ね。やるさ。
さしい。よし、行くぞ。頑張りそう。力が入ってきて。心を合わせる。何か来ちゃうかも。失敗は許しません。いい感じ。遊ぼう。いい感じ。信じてる。遊ぼう。当然に。遊ぼう。ちょっと待って、ちょっと待って。よし、行くぞ。ここに行く。それでいい。やあ、力が終わらないので、失敗は許しません。まずまず、遊ぼう。その調子、つまんない。ココナ、頑張ります。ココナ、一緒に。よし、ダンプ。これ以上はダメ。いきまーす。いくよ。引き出そう。ココナ、シュート。入ってくる。中から溢れてくる。私を守って。遊ぼう、その調子。遊ぼう。グーグー。遊ぼう。よし、行くぞ。これを受けなさい。やるな、やってやるさ。この歌貫く貫く。これを受けなさい。当然の結果ね。やるなら、やってやるさ。この歌、心を合わせる。これを受けなさい。当然の結果ね。引き出せ。やるなら、やってやるさ。入ってくる。そのまま決め、これを受けなさい。すごいすごい。やるなら、やってやるさ。行くよ。行くよ。まだ入ってくる。行きまーす。すごいすごい。
ご注目。お決まりかい？喜び。何？何人前用意？We'll be right back.
とあなた、なんでこんなところにいるのよ。ここは私の店だよ。あなたはって、それはこっちのセリフだよ。勝手に人の世界に入ってきて、壁を作って店まで乗っ取って。一体何なんだ？これはどういうことなんだ？ああ、もう、ちょっと待ってよ。ごめん、クロア。なんだかシステムの調子が悪いみたい。システム？ああ、ほら、電化グラスの量を間違えちゃったかも。50mg 少なかったかな。なんだか全然わからないんだけど。とにかく、ごめんね。ちょっとシステムメンテナンスするから、今日はおしまい。おい、ちょっと待て。それじゃ、またね。おい。危なかったわね。どうなってるんだ。まさかクリティカルダウンをさせるなんて何考えてるの。クリティカルダウンってなんだ。ダイバーを強制的に精神世界から排除する方法。下手すると精神が壊滅して死ぬこともある。なんだって。今のはそうならないようにちゃんとコントロールしてるもん。あなた、さすがにこれは見逃せないよ。ダイバーズセラピーの規約にも書いてあることをあなたは2回も破ってる。いや、やめて。もういいじゃない。よくないわよ。あなたは本来この世界では耐えられる存在ではないわ。だからそんなに弱ってる。どういうことなんだ。全然意味がわからないんだが。この子は嘘のパラダイムシフトを起こしてこの階層に来てしまったのよ。違う、単なるオペレーションミスだってば。あなたは本来一つ前の階層のあなた。成長もせずにここに来ても耐えられるわけがない。どうしてこんなことしたの。このままだとあなた消滅するわよ。ルカ、それは本当なのか。だってクロアがパラダイムシフトしたいって言うから。俺が言ったじゃない。パラダイムシフトしなかったら強い魔法が紡げないからパラダイムシフトしたいって。いや、そういう意味じゃなくて。だってパラダイムシフトずっとできなくてクロアが私のこと嫌いになったら嫌だもの。ダイバーズセラピーの技能が裏目に出たわね。本来パラダイムシフトは意識的に起こそうとして起こせるものではない。でもセラピーの技能を使えば起こせてしまう。だけどあなた一つ忘れてない？さすがに考えが浅いね。パラダイムシフトするってことはより自分の本音に近づくということ。あなたがその場の勢いでパラダイムシフトなんてするから私は見せたくないこの姿をクロアに見せざるを得なくなった。私はまだこの階層にクロアを入れる準備をしていなかったのよ。そりゃ確かに見られたくない過去や本音を見られたらクロアに嫌われるかもしれないよ。でもそれはわからないじゃない。だけどパラダイムシフトできなかったら絶対にそのうち愛想つかされるもの。それだったらまだ先へ進んだ方がいい。あなたのやっていることは先へ進んだじゃなくて先へ進んだふりでしかないんだってば。私はクロアに自分の世界を見せる気はない。ダイバーズセラピーの真似事だけやって満足していればそれでよかったのに。おかげで変な壁はできるし、コウキリンだって閉じ込められちゃうし。とにかく私は先に進みたいの。パラダイムシフトを起こしたいの。私はこれ以上クロアに世界を見せたくない。この世界がこんなめちゃくちゃな形になってしまったのもあなたとクロアのせいだよ。ちゃんとこの箱を片付けてとっととクロアを外に追い出してよね。ルカ、クロアのせいだよ。え？クロアが早く現実世界に帰ってくれないからこんなことになっちゃった。俺か？もういい、知らない。おい、ルカ、大変なことになってきたわね。こんな状況前代未聞よ。なあ、俺はどうしたらいい？一番簡単な方法はあなたがこの世界から去ること。そうすれば
この世界は今まで通り平穏な世界に戻るわよ。それじゃ頑張ってね。それだと根本的な解決になってないよな。壁の向こうには一体何が広がっているんだろう。さあな。ねえクロア、一つだけお願いがあるの。無茶だってことは分かってる。お願い、どんな私を見ても嫌いにならないで。ん？私はクロアに嫌われたくない。幻滅されたくない。パラダイムシフトをさせたのもそんな思いからだったけど、壁を壊すこともここへ来てちょっと怖い気持ちになっちゃって。だから、もし壁の向こうが変な世界でも、クロアは私のこと嫌いにならないでいてくれる？すまない、それは保証できない。そっか、やっぱりそうだよね。ごめんね、無理言っちゃって。俺は…でも、クロアにとっても迷惑だよね。急にそんなこと押し付けられても。俺はルカのことが好きだから、いい加減な答えは言いたくないんだ。
だけど、どんなことでも受け入れる気持ちでいることには変わりない。それだと納得いかないか？ううん、そんなことないよ。ありがとう、そこまで真剣に考えてくれてるなんて。私もできる限りの力で壁を壊してみる。あ、頑張れ。うまくいくかな。実は自分の思いで歌魔法を紡ぐの、これが初めてなんだ。そうなのか。前の回想でエミコって歌魔法。あれはね、先輩のダイバーズセラピストに教えてもらって紡いだ歌魔法だから、完全な自分の思いじゃないんだ。そんなこともできるのか。うん、セラピ空間限定で接客用にいくつかの歌魔法をマニュアルに従って紡ぐのは結構よくやることなんだって。完全な思いの産物の歌魔法はどんな性格でどんな行動をとるかわからないから、セラピ空間では危なくて使えないから。なるほどな。そんなわけだから、ルカ、初めての歌魔法紡ぎます。よろしくね。ああ、頑張れ。うん、それじゃあやってみるね。やったな。待ってよ。間に合いましたね。やっぱり来ちゃったか。当たり前だよ、人の世界で勝手に暴れないで。ごめんね、あなたの世界で好き勝手やっちゃって。でも私やっぱりクロアに先の世界に進んでもらいたい。だって私がクロアにお願いしたんだもの、旅のお荷物になりたくないからって、クロアを助けたいからって。そんなこと言ってるのにコスモスフィアに入れないなんて単なる詐欺じゃない。だから私は自分の責任を全うする意味も含めてこの壁を破ります。もともと自分で作った壁でもあるし。そっか、わかった。あなたのその思いがどれほどのものか、ガチンコ勝負で決めない？あなたはその歌魔法でこの壁を破ればいい。でも私はコウキリンと一緒に全力でこの壁を守る。思いが強い方が当然結果を生むわけだから公平だよね。そうだね、わかった。いいよ、クロア、お願い。壁が壊れることを思い続けていて、クロアの思いがこの歌魔法の強さになるから。わかった。それじゃあ行くよ。ガツンとおいで。そういはクロアに先を見せることで決まったというの？そういうことになるね。私の思いが勝ったということは、ルカの総意としてクロアにこの先を見せたいという気持ちがあるってことだよね。そういうことになるかな。そうなのか。うん、思いの強さのガチンコ勝負って簡単に言ってしまえば心の葛藤のことなの。クロアの思いが私の心を動かしたのね。いけない、ここにいると壁に巻き込まれちゃうよ。ここから逃げよう。パラダイムシフトか。ストーンヘンジへ行かないとな。